グレミアシチー級フリゲートは、ロシア海軍のフリゲートで、ロシア海軍での正式名は2385型、警備艦。ステレグシチー級の発展型であり、ステレグシチー2級フリゲートと呼ばれることもある。サンクトペテルブルクのアルマース中央、海洋設計局で設計され、一番艦は2011年5月26日に寄港、気候、気候式が2012年2月1日に挙行された。 グレミアシチー級は多目的フリゲートであり、ステレグシチー級を保管することを意識して設計されている。より長期間の任務にこらえうる、要居住性の改善にが用いられているほか、巡航ミサイルの運用能力を有する。グレミアシチー級は、主機関としてドイツのムツフリードリヒスハーフェンセディーゼル機関を搭載する予定であったが、ロシアのクリミア侵攻に対する制裁により、 最初の2期以降の輸出は差し止められ、発注もキャンセルされた。この代替として、ステレグシチー級で採用した機関が発注された。2016年5月19日現在、サンクトペテルブルクのセベルナや造船所に付帯する、コロムナ工場が生産するロシア国産の1、DDA-12000 ディーゼル機関に、乾燥されている。グレミアシチー級は、ステレグシチー級よりも、 各部寸法及び排水量が拡大されている。艦隊は構成で9つの水密区画に分かれており、上部構造には複合材艦種はバルバスバウを採用している。ヘリコプター格納庫の上に後部マストが設けられておらず、射撃式用レーダーと後方レーダーをそれぞれ個別に外部に取り付けるのではなく、単一の統合型メインマストに収められるようになった。 多機能レーダーの形状もステレグシチ級フリゲートと異なる。ソーブラジテルヌイなど2381型が、艦首に艦対空ミサイルシステムリドートの VLS を12機備えていたのに対し、グレメアシチ級では、カリブル、またはオーニクスを発射可能なユークスク VLS を艦首に8揮、リドート VLS を完備に4機備えている。ありがとうございます。